じゃあお願いします。それでは知事の定例記者会見を始めます。知事よろしくお願いします。はい、まず冒頭2点ございます。まず第1点目ですけれども、本日東京都雇用対策協定に基づきます運営協議会を開催しますのでお知らせいたします。皆さんご承知のように2月の10日に塩崎厚生労働大臣との間で東京都雇用対策協定を締結いたしました。でこの協定では運営協議会を設置して具体的な取り組みや実施方法を事業計画として毎年度定めることとしております。まあ、せっかくこういう協定を結んだわけですから、今後のこの連携施策についてスピード感を持って進めるように私の方から指示いたしまして、本日第1回会合を開催することとなりました。東京都の産業労働局長と国の方の東京労働局長をトップとする運営協議会では、まず事業計画の策定に向けた検討と非正規雇用対策や若者就業支援、ワークライフバランスなどについての意見交換を行うことにしております。この運営協議会についての詳細は産業労働局の方に、聞いていただきたいと思います。2点目です。いよいよ2日後に東京マラソン2015が迫ってまいりました。日曜日に開催されます。昨日から出場選手の受付が始まりまして、ランニングの祭典であります東京マラソンエクスポのオープニングセレモニーが盛大に開催されました。また本日は午前中に今大会に出場いたしますロンドンオリンピック金メダリストでありますウガンダのスティーブン・キプロッティ選手、それからエチオピアのティキ・ギラナ選手、それから国内選手では藤原新太選手、野尻あずさ選手と先ほど皆さんご承知のように面会をいたしました。まあ、各選手から大会に励むというようなことをお伺いいたしましたけれども、皆さん一生懸命頑張ってやられるということで大変期待をしております。まあ、少し春の嵐が吹くかもしれないということで風が強いということなんですけど、まあ風があっても自分らはちゃんとそういうところで鍛えているということをさっきおっしゃってましたので、頑張っていただきたいと思います。なお当日はコース沿道28箇所の会場で音楽やダンスなどにより大会を盛り上げます東京大マラソン祭りが開催されます。フィニッシュエリア近くの有明イーストプロムナードの会場におきましては、民族芸能の披露やパラリンピアンの佐藤真美さん、重量上げの銀メダリストの三宅宏美さん、元バドミントン選手の小倉久美子さんなどによるアスリートトークショーなどが開催されます。その他スポーツ体験ができますブースなどもありますので、皆さんもぜひ会場に足を運んでいただきたいと思います。テロリスト対策含めて万全を期してこの大会の成功に東京都としても準備を進めてまいります。詳細につきましてはオリンピック・パラリンピック準備局に聞いていただきたいというふうに思います。幹事さん、私の方からは、以上2点でございます。どうぞ。幹事社の共同通信の馬場です。よろしくお願いします。はい、まず幹事社の方から質問させていただきます。はい、東京マラソンなんですけれども、まあ、ワールドメジャーということで多くの外国人ランナーが参加すると聞いております。はい、台湾はですね、1300人の参加者の予定があるということだそうです。はい、まあ国際的にも注目を浴びているということで、まあ、外国人ランナーどんどん増えていくと思うんですが、今後さらにこういったその外国人ランナーを増やしていくための方策などがありましたらお願いします。まあ、これは応募なさってチャリティーに応募される方は別としても、あとはもう10倍ぐらいの倍率の抽選なんで、それはもうご自由に世界中のランナーが来ていただきたいと思います。ただやはりいろんなバリアがあってはいけませんので、まあ、1万人の方がボランティアでいろいろお世話なさいますけれども、やはり言葉のバリアが一番大きいと思います。それで先般もご紹介申し上げたように翻訳アプリ、これを現実に使って、実際やってみると、確か5000人ぐらい海外の方来られると聞いてますんで、5000人分通訳を用意するっていうのは大変なんで、まあ、ボランティアの方にこの小さなもう
手のひらぐらいの大きさですから、それでアプリで、いろいろこの対応するということをやりたいと思いますので、まあ、それが一番で、あとはまあいろんな意味でのおもてなしはそれはやりますけど、最大の言葉について言うと、今回ぜひそのアプリの活用ということをやってみたいと思います。はい、ありがとうございます。まあ、それに関連してなんですけれども、従来知事がご指摘されているんですけれども、多言語対応なんですが、はい、まあ、重要性を知事は指摘されてましたが、まあ、今後さらに拡大して加速していくような考えをありましたらお願いします。はい、デジタルサイネージとかいろんな、まあ、グルメのこの案内もやるというようなことで、今先端技術さまざまなアプリもできてますんで、まあ、今回使うその翻訳アプリは確か10カ国に対応できると思います。だからまあそれぐらいの言葉で対応できるようにしたいと思っております。で、いろんなレベルがあるんで、非常に細かい情報まできちっと翻訳しないといけないレベルと、それからちょっと街中で観光をしている方々に、まあ、右か左かどこにお手洗いがあるかレストランがあるか、これはもう片言の英語でも通じますんで、みんながやっぱりできる範囲でやるっていうことが必要 でいよいよ困った時に機械の力を使うということだと思います。で、まあ、あとはよくハードソフト言いますけども、ハードだけじゃなくて気持ちっていうか、ソフトの方のバリアフリーっていうことを多言語対応でもやっていきたいと思ってます。はい、ありがとうございます。幹事社からは以上です。各社質問の際には社名と名前をお願いします。はい、日本テレビの久野村と申します。はい、すみません、北区 のシニアマンションの件なんですけれども、はい、高速の実態ということをちょっと置いといてと言いますか、うん、でも現実の問題として、その利用者からは受け皿的な問題や金銭的な問題などで、やっぱりその制度外ホームを利用せざるを得ないという現実もあるようなんですけれども、東京都としてその現実をどうお考えになっているかというか、どう受け止めているかと、あと都としてのそういった現状への対応策というか、今後どうしていきたいかということをお伺いしたいと思います。はい、まあ、いろんな違法的な行為とか拘束は今ちょっと横に置いてということなんですが、根本的な問題は要するに介護が必要な方々の数に比べてそれを受け入れる施設が足りないと。具体的に言うと老健であるとか特養が足りません。ですから待機児童については8000人を超えてますということで今対応をやってます。で、その特養については4万数千人がまだ待ってるという状況で、こればかりは私の任期中にゼロにするというような約束ができない状況でありますけれども、しかし一歩一歩できることからやっていくと。だから一番の東京都の問題は土地の値段が高いことなんですね。だから、地代、例えば都有地だけじゃなく国有地区有地についても地代の9割ぐらいは負担を済んでるんで、ぜひ参入してくださいということで今、呼びかけをやる。それから鉄道の路線が立体交差したらその下が空きますから、そういうところに積極的に福祉施設、つまり保育所や特養老健を持っていくというような形をやってます。で、ただまあ残念ながら全力を挙げてやってますけども、間に合わない状況にあって、そうすると一人一人の立場に立ってみるともう背に腹は変えられない。だから自分も仕事を持ってて、まあ、親が倒れるっていうのは中堅どころの仕事をみんな皆さん方の現役の世代でやってて、仕事は続けないといけない。で、しかし親の面倒を見ないといけない。で、親って言っても自分の親と配偶者の親、単純に言うと4人いるわけですから、そのようにひょっとしたらおばあちゃんがおじちゃんもいるかもしれない。そうするともうとにかくどこかで面倒見てもらえないかということで、そういうニーズが出てくるんだと思います。だからこれはグループホームもそうだし、地域の包括ケアもそうなんで、まあ、あらゆるこの資源を動員してやるようにしていく。だから根本的な問題は、必要なだけの施設が整わない限りこういう問題が常に起こってくるということ。それで、杉並区さんがおやりになっているように伊豆の方に特養を建設するというのも一つの手ですけど、これはまあ
介護する方、家族から見ると遠いところまで行くっていうのもなかなか大変ですし、できれば東京都内でと思ってるんで、まあ、全力を挙げて取り組んでおりますけれども、ご指摘のように根本の問題がそこにあるので、だからといって違法行為やっていうことにはなりません。ですから取締りはきっちりやるとともに、今ご指摘になった根本的な問題について、まあ今審議を議会でいただいている予算の中にも相当大胆な政策を入れておりますし、その前の長期ビジョンでもそういう施策の展開をやりたいということを言ってますので、まあ、それを今後ともさらに強力に推し進めていきたいと思っています。はい、よろしく。はい、どうぞ。東京 MX の加賀田と申します。はい、保育園を公園の中に作るという、はい、話なんですけれども、はい、施政方針演説の中で、まあ、国家戦略特区で、まあ、その件が使われて、はい、前向きに検討していることに対しては評価できるが、はい、まだ十分ではないと、はい、多面的な活用を図るべきだというふうに、はい、演説でおっしゃってましたけれども、はい、これはどういったところが十分でないとお考えでしょうか。つまり国の法律の公園法というのがありまして、これでさまざまな規定がしてあるんですね。で、例えば確か駐車場っていうのはその中に設けていいっていうことになってるんで、そういう中に例えば福祉施設も設けていいってきちんと書いてもらえば非常にやりやすいわけです。だから基本は国の法律ですから、国権の最高機関の国会において同じ問題意識を持った国会議員のメンバーが議員立法でもいいし、ないしは閣法でもいいんで、そういう法律を改正していく。で、法律改正いかなくても、要するに、政令のような形で、各々しかじかいいですよっていうようなことを加えるとか、まあ、いろんな法的な立法上の措置ができますけども、一つだけでやるのは非常に一つだけというのは、一つの地方自治体だけだとやっぱりこの全国に広がりませんから、まず公園法の見直しというのをやってもらいたいなということがありますのと、それからもう一つ、じゃあ何を入れるかっていったときに、やっぱり緑を守りたいって方は当然おられるんで、保育所であれ老犬であれもう来るのは嫌だっていう意見があってもいいんですね。だからそういう方々ときちんと意見のすり合わせをして、全体的な国民的な合意で使えたらどうかということをやる必要があって、緑 その全体のスペースを減らさない形でやることは十分可能なわけです。例えばそのまませり上げて建物作って、天井が緑であれば緑のスペースは減りませんね。地下に作っても上に作っても、だから例えばそういうことも可能なんで、まあ特区の中でこういうことをやり始めて構わないということなんで、特区というのはまさに国の規制から緩和ができる場所なんで、そこで先行的によってやって、これが十分な成果を上がれば、それをもとにさらなる立法措置ということができると思います。まあとにかく少しでもできればというふうに思っております。で、あとはその中に商業施設とか入れることについて言ってもですね、要するに民が入ってくるときには利益が上がらないとできませんから、公園の中で商売やったけども、ないし商売やろうとしたけれども、もう赤字になるのは決まってるというんでは入ってきません。ですからやっぱり官民の協力、そして規制緩和ということは、税金をそんなに入れることなくですね、十分商業的にペイすると、そういうことがなければ長続きしないと思ってますんで、まあ、そういう観点から我々も検討してますし、特区の中でどういう試みができるかということを今後検討課題としたいと思ってます。先ほど公園法の見直しということで言ってましたけれども、国への働きかけという点については今後どのように考えていらっしゃいますか。それはいろんなことで働きかけたんで、その一つの結果として特区で扱うということになったと思います。だから今後とも、まあ、昔の同僚の国会議員であるとか同じ気持ちを持った方々おられると思いますので、そういう形で、また政府の方にも働きかけていきたいと思っています。はい、よろしいでしょうか。はい、すみません、産経新聞の福田と言います。はい、先般昨年発表されましたドット東京というドメインが、はいはいはい、悪用されたという、
初めて、はい、確認されたという報道がありまして、はい、まあ、それブランド品の販売サイトらしいんですけども、うん、まあ、買い物をすると詐欺被害に遭う可能性もあるとのことで、うんうん、まあ、発表当時、まあ、私も伺ったんですけども、4月でしたかね。そうですね、はい、まあ、東京の魅力を伝えるツールにということで、まあ、知事もおっしゃってたんですけども、はいはい、まあ、やもすれば悪印象が逆に伝ってしまう恐れもあるということなんですが、まあ、今回の件に関しては、まあ、どう受け止めていらっしゃるかと、まあ、あと都が管理しているわけではないんですけども、なんか対応というかそういうのをお考えであれば。今おっしゃったように、あれはそのドット東京の管理運営する業者が、これ GMO ドメインレジストリーという会社がありまして、でそこに我々が指示書というのを交付して、であとはしっかりやってくださいよということなんで、その管理運営事業者に主として責任があるんで、まあ、今情報を入れた限りにおいてはですね、その不正をやっている疑いがあるというところまでは分かっているんですね。したがってこの不正サイトの疑いがあるところに対して、管理運営業者が今その調査をかけていると。で、でもし調査の結果本当に不正であるということになれば、まあ、速やかに管理運営業者に対して、例えばその是正勧告をしてやらせる、でもいよいよダメならもうそのドメイン名を取り上げるというようなことができるはずですから、まあ、その対応を待っているということなんで、今ご指摘のように、せっかく始めてこれがかえってイメージ損なうようでは困りますので、まあ、今とか管理運営業者のこの調査結果を待っているというのが今の状況なので、その上でまた必要な対応があればやってみたいと思います。はい、はい、どうぞ。テレビ朝日の北本と申します。はい、一部報道で築地の移転先の豊洲のですね、はい、場外市場、いわゆるにぎわい施設というんですか、はい、それについて、進行が遅れていると、まあ、非常にいろいろ厳しい状況もあるというように伝えられているんですけれども、はい、これについてどのように把握されていて、どのように今後対応を考えていらっしゃるんでしょうか。はい、今ですね、今北本さんおっしゃったように、その若干事業のスケジュールを遅れているという報告は受けております。で、今担当の都の担当の部署とですね、その事業を行う、特にその千客万来施設ですね、これの事業を行う予定者が協議をしているところでありますんで、まあ、要するに豊洲の市場、これはいろんな取引する市場ありますけど、そのまま場外の施設というのは今の築地見ても、築地の市場はあったけど、周りにたくさん市場があって、これは我々も行くのを楽しくてしょうがないようなところなんで、まあ、そういう機能を持つんで、これは必ず成功させてもらいたいというふうに思ってますけども、今繰り返し協議をしてどういう方向をやるかということを担当の方で今、この事業を受けようであろう予定者と議論をしているというところまでで、どういう結果が出るかということは今のところまだ聞いておりませんので、その結果が出てまた必要であれば皆さん方にお答えをしたいというふうに思ってますんで、せっかく新しい市場ができるわけですから、千客万来施設についてもできるだけ早く開設したいというふうに思ってるんで、その思ってますので、そういう方向での努力をしたいと思ってます。よろしいでしょうか。はい、はい、どうぞ。文化放送の高橋民夫です。はい、ご苦労様です。はい、今日はちょっとカジノについてお話をお伺いできればと思うんですが、はい、カジノって聞くと時たまこういった話題が出てきて賛成あるいは反対、いろいろ注目を集めているところではあるんですが、はい、メリットデメリットいろいろとご検討されていると思います。はい、例えば誘致するとですね、東京の方にもプラスになるということもあるかろう、あるかもしれませんし、はい、他のところに持っていかれちゃうとちょっと残念なケースも生まれるかもしれない、はい、そういったことで東京都として今現在もご検討はされておられるんでしょうか。はい、ですね、そのマイスですね、そのいわゆる国際会議場を含めてこういうものをしっかりと誘致をしたいということがこれは考えておって、その中の一つとしてカジノというのもありますねと。それから、もう一つはですね、その
いつも申し上げておりますように、世界一の都市を目指すというときに、いろんな意味で、世界一でなければならない、経済も福祉も文化もあります。そういう中で、例えばそのグルメなんていうのもそうですね、料理のおいしい国に行くかそうでない国に行くかっていうのは非常にその決定要因でもあるんで、そういう中で楽しい街であるということも一つであります。でいつも申し上げるように、東京がニューヨークとかロンドンとかパリとかその他に比べて今トップ争いしている都市に比べて一つ足りないなというのは、晩ご飯の後、英語で言うとアフターディナー、アフターディナーの楽しみが少ないということなんで、そういう中にカジノもアフターディナーの楽しみの一つとして入るわけです。大体まあ、日本だと早い人は6時7時ぐらいから食べて、大体8時9時ぐらいには外で食べても終わりますよね。で大体アフターディナーっていうと男についてはそれからちょっと一杯飲みに行くっていう、まあ、それが我々はほとんどアフターディナーなんですけど、そこで、コンサートに行くとかですね、ダンスをするとか、そういうのがいっぱい海外にあって、もうカジノもあるわけですけども、そういうものが非常に足りないのをどうするかっていうことなんですけども、だから今の我々の目標としては、東京を世界一にするために足りないものは何か、それは付け加えないといけないですよと。東京を世界一にしましょうと、東京を元気にしましょうと、東京でそのために東京の富を生み出さないといけませんねと。しかしながら、カジノがなければ東京の経済が再生しないということを極論おっしゃることおられますけど、それは間違ってますと。今再生してるじゃないかということなんです。それとプラス面だけではなくて、それはもう当然カジノが入ってくれば人々がそこに来る、海外含めて、でお金は落ちますよね。つまりそれはカジノの売り上げはそのカジノ業者は儲かるかもしれないけれども、例えば、たくさん税金払ってくれれば東京都の税収も潤うことになるかもしれない。そして、その人たちが飲んだり食ったりすれば飲食業界も儲かるかもしれない。例えば回り回ってのいろんな効果はあるんだろうと思います。しかしながらマイナス点についてもこれはきちんと議論をしておく必要がありまして、青少年に対する悪影響というのはないことはない、一般国民に対してとってもないことはないですね。それから一番国際的に問題なのはマネーロンダリングの方法として使われるということについてどうなんでしょうかということがあるんで、少なくとも昨年から申し上げているように、それからもう一つですね、昨年申し上げたようにそういうことについての議論がしっかりしてしっかりやられてきましたかということなんです。それから日本国憲法体制下に体系の下の刑法の中において、賭博罪にあたりますね。賭博は禁止されてますですね。そうするとカジノが賭博じゃないということを法的にきちんと確定できているんでしょうかということについて、私は十分な議論が足りないし、そこを十分に議論をすべきであるというふうに思ってますんで、国会で、法律を審議なさるときには、まあ、法律は国が決めるわけですから、まず私が申し上げたような点についてしっかりと議論をしていただくということが必要だろうということであります。だからこれは東京都が先行してとか横浜が先行してとか大阪が先行してとか沖縄が先行してとかいうようなことでもないし、知事さんの趣味で動くような話ではなくて、私が今申し上げたことは誰が知事であってもきちんと問題の指摘はすべきであると思ってますし、誰が知事であっても納得できるだけの論理がないといけないというふうに思っておりますので、知事が変わったからどうなったとかそういうレベルの話をしている限りはそのカジノということについてまともな議論ができませんね。ですから私はそういうことをきちんと国権の最高機関でやるべきであるということを申し上げて、おります。私が今国会議員であったら、国会でそういう質問しますね。で質問して、その法案を準備している、まあ、政府が準備しているとすれば、それからきちんと納得がいかなければそれは賛成できませんと、納得できればそれは OK ですよということなんで、まず私が今申し上げたいことは国民的議論をもっとやるべきであると
で国民で議論ということは国民の代表が国会でいるわけですから、あの拙速主義はやめた方がいい、十分な審議をやった方がいい。それでいつも申し上げるように、例えば外国人だけは許しますということでまず始めるっていうのも一つの手なんですよ。それから各国とも犯罪歴があったりした人は排除するとか、いろんな予防措置を、ものすごい厳しいその問題が起こらないような予防措置を取った上でやってるんで、じゃあ普通の都民に対してそういう予防措置を各国がどういうシステムでやってるかっていうのは知ってますかって、皆さん方が答えられますかって、答えられないでしょ。だから世界中ですでにあるシステムとか設備について同じことをやるなら、当然のことのが視察団出したりして調べていくわけですよ。そうしたときにプラスもマイナスも公平に調査して見せるべきであるというふうに思ってますので、そういう意味での議論が国全体で巻き起こるということがまず前提であって、東京とかどうするっていうのはそれから先のことだと思ってます。外国では空港の中にもね、カジノの機械が置かれているというようなケースもあるわけなんですが、どうしても安心安全の治安が一応伴わなければいけないということは大切なことですもんね。そうですね。だからまあそういうことでぜひ高橋さんもその議論の中に参入していただいて、ぜひ文化放送でもそういう番組の討論の番組を作っていただければと思います。わかりました。よろしいでしょうか。あとなければもう時間なんで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。